3月3日、ひな祭り。3月3日は、女の子の成長をお祝いする日です。女の子のいる家では、ひな人形と呼ばれる人形を飾ります。ひし餅、甘酒、桃の花などをひな人形と一緒に飾ります。春らしいお寿司やケーキを食べて家族でお祝いします。ひな祭りの食べ物、ちらし寿司。ひな祭りの食べ物、ひし餅。ひな祭りの食べ物、ひなあられ。ひな人形は宮中の様子を表しています。それぞれのひな人形は平安時代の宮廷衣装を着ています。ひな人形は天皇、皇后、そして彼らに仕える人たちを表しています。これは私のひな人形です。小さい時に祖父母が買ってくれました。これはおひなさまです。綺麗ですね。これはおだいりさまです。かっこいいですね。彼女たちは三人官女です。彼は左大臣です。彼らは三人上戸です。ひな祭りが終わるとすぐにひな人形を片付けます。もし片付けるのが遅くなるとその子の結婚が遅くなると信じられています。ひな祭りは日本の伝統的な行事の一つです。ひな祭りについて知っていましたか？どう思いましたか？下のコメントで教えてください。